九州初の国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されて40年。日南市の帯城下町で歴史ある町並みの発展を目指したイベント伝建ウィークが開かれます。イベントの目玉の一つであるのが日南市では初のプロジェクションマッピング。公開を前に報道陣や関係者へ向けた試写会が予想館で行われました。伝統建築と現代芸術をテーマに帯の歴史や暮らしなどを取り入れたフル CG 映像は白く加工された14枚の障子をスクリーンとして映し出されています。スクリーンの幅は約11メートル、高さ 2.2 メートルほどあります。野村工芸社が半年かけて制作し、制作費は約1800万円。過去から現在、未来へとつなぐストーリーとなっています。プロジェクションマッピングをこんな間近で見ることってなかなかないんで、すごくすげえなって本当に思いました。本当にいろんなものを凝縮してイメージして作ってるなっていうところも伝わってくるので、すごく面白いマッピングでした。このほかアートやシネマ上映、飲食などが楽しめる内容で、プロジェクションマッピングは3月10日から18日までの9日間予想館で見ることができます。